年金を支給されている方が一定以上の収入を得ると年金をカットされる在職老齢年金という制度をご存知でしょうか。まあ、かなりねメジャーな制度なので、まあ、ほとんどの人はご存知だとは思うんですが、まあ、高齢者の方がね老後の生活のためにと思ってしっかりと働いたのにその年金をカットされるっていうのは、まあ、結構納得いかないと思うんですよね。まあ、そんな中ですねこの年金をカットされないためのそういった裏技があるということはご存知だったでしょうか。今回はこちらの年金をカットされないための裏技についてお伝えしたいと思います。またこれから、改正が入ってくると言われている、まあ、高齢者の働き方に直結する在職老齢年金の改正、これについても解説したいと思います。まあ、老後の働き方を大きく左右する、まあ、そういった内容となってますので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで、まあ、働きすぎると年金がカットされる悲劇ということで、まあ、60代の高齢者の場合はですね、一定以上の給料をもらうと、厚生年金の報酬比例部分がカットされます。まあ、この厚生年金の報酬比例部分、この報酬比例部分っていうのは何かっていうふうなことになってくるかと思うんですが、まあ、ここはですね、難しく考えずに、まあ、厚生年金は基本的には報酬比例部分がほとんどだっていうところを覚えておけばいいかなというふうに思います。なので、厚生年金の報酬比例部分がカットされる、つまり、まあ、厚生年金がカットされるというふうに、まあ、簡単に考えてみてください。まあ、本当はね、細かく言うと違うんですけれども、まあ、難しく考えるとね、ちょっとややこしくなっちゃうんで、まあ、厚生年金がカットされるというふうに捉えていただけたらというふうに思います。ちなみに、どれぐらい稼いだら、まあ、厚生年金がカットされるかっていうところなんですが、まあ、60歳から65歳未満、つまり、まあ、64歳までですね、この人たちは月額28万円を超えると、そして65歳以上の方に関しては月額47万円を超えると、まあ、これを超えた部分に関しては 50% がカットされます。これはどういうことかというとですね、例えば、まあ、63歳で、厚生年金月額が、10万円、そして給料が25万円だった場合、まあ、63歳ということはこの60歳から65歳未満のところに入ってきますので、まあ、月額28万円を超えた部分に関しては、厚生年金が半額カットされるということで、給料が25万円と厚生年金が10万円ということになると、まあ、合わせて35万円の収入があるわけですが、この月額28万円を7万円ほど、まあ、飛び出している、超えているっていうことがわかるかなというふうに思います。つまり、この超えている7万円の部分の、半分がカットされるということで、まあ、3.5 万円、つまり3万5千円がカットされます。これはね、ちょっときついですよね。10万円しかもらえてない厚生年金の 3.5 万円、3万5千円がカットされるということになると、まあ、給料は25万円稼いでいるけれども、この厚生年金に関しては、まあ、10万円のものが6万5千円になるということで、これですね、まあ、48万円、月額48万円。つまり、まあ、給料が38万円で、年金が10万円っていうことになると、合わせて48万円になると思うんですけど、この48万円になると、もう、20万円超えてるっていうことで、厚生年金が全てカットされるというね、まあ、そういったことにもなってくるということで、まあ、なかなかの悲劇かなというふうに思いますね。ちなみに、まあ、厚生年金とかって基本的にはね、65歳から支給ということになっているんで、あんま関係ないんじゃないっていうふうに思う方も多いとは思うんですが、まあ、これ特別支給の老齢厚生年金っていうのはね、ありますが、この厚生年金、特別支給の老齢厚生年金に関しては、まあ、65歳未満の人に支給される年金になりますので、まあ、これを受け取る人にとっては特に大きな影響が出てきます。で、この特別支給の老齢厚生年金に関しては、まあ、現状、まあ、この2019年に作っている動画ですが、まあ、50代、60代の人に関してはもらえる可能性があるということで、まあ、そういった方々にとっては、この特別支給の老齢厚生年金が大幅にカットされる可能性があるということで、まあ、非常に重要な話になってきます。ちなみに、まあ、これね、特別支給の老齢厚生年金、最近ね、まあ私のチャンネルに関しては結構よく出てくる話題なんですが、これはどういったものかというとですね、まあ、基礎年金の支給開始がですね、まあ、60歳から65歳に引き上げられましたよね。まあ、ちょっと前までは60歳からだったんですが、これが65歳に引き上げられて、今ではね、65歳から年金っていうものがもらえるようになったわけですが、まあ、こうやってね、制度が変わったことによって、まあ、今までは60歳からもらえていた人たちが、まあ、5年間ね、遅らされるってなると、不公平じゃないかというふうにね、なりますよね。まあ、そういった時に、まあ、制度が変わったことによる影響を和らげるために作られた年金となっています。で、これはですね、まあ、60代後半、前半からですね、60代前半から65歳になるまでの期間に、厚生年金の一部が受け取れるというものとなっています。ちなみにこの額は結構大きくてですね、まあ、20年以上勤めたサラリーマンの場合年額80万円ほど受け取れることもあるということで、まあ、月額ね本当7万円とかね7万円弱って
ていう感じでもらえたりするので、まあ、さらにね長く勤めている人の場合はさらに増えてくるという感じで結構大きな金額になってきます。まあ、このね特別支給の老齢厚生年金に関してはまあ別の動画で、ね、詳しくお話ししているんで、そちらの方をね、まあ、より詳しく知りたい方、どういった自分は対象になるのかなといったところをね気になる、まあ、50代60代の方はそちらのね動画っていうのを参照してください。まあ、本当ね結構もらえる人多いと思うんでしっかりと見ておいてくださいね。でまあ、こういった方々、この特別支給の老齢厚生年金を受け取る方々にとっては在職老齢年金の調整によってですね厚生年金がカットされる、まあ、そういった可能性が非常に大きくなるということを知っておいてください。そしてですねこの在職老齢年金で年金が支給停止になるとさらにね手痛いデメリットがあります。それがですね、まあ、年下の妻が受け取ることができる下級年金も全額支給停止になるということですね。この下級年金結構ね知ってる方も多いとは思うんですが、まあ、月額3万円ちょっと、そしてまあ年額で39万円もらえるという、まあ、そういったですね年金となってまして、まあ旦那さんが65歳になった時点で年下の奥さん、まあ、65歳より下の奥さんがいると年額で39万円もらえるということで、かなりね大きな年金になってくるんですが、これがカットされるということになります。つまりね先ほど言ったような、まあ、給料が38万円で年金が10万円っていうパターンですね。そうなると、28万円を超えている部分が20万円とかになってくるので、その半分である10万円を引かれると、まあ、年金部分の10万円がゼロになる、つまり支給停止になるということで、そうなってくるとその年金の10万円が引かれるなくなるだけじゃなく、このね年額39万円の下級年金すらも全額支給停止になるという、まあ、本当踏んだり蹴ったりなことになります。ちなみにこの下級年金なんですが、まあ、厚生年金の繰り下げ受給でも支給停止になるなど、この下級年金っていう制度はですね厚生年金と非常に深い関係にあるということをね、まあ、知っておいたらいいかなというふうに思います。という感じでですね、まあ、働きすぎることによってですね本来であればもらえる結構大きな年金というのがなくなった上でですね、まあ、下級年金まで停止されてしまう可能性があるということで、まあ、働きたいけどあまり働くとこういったことになるから働けないというね、まあ、日本がね目指している高齢者は働けるだけ働きましょうというような、まあ、そういったところに、ね、反発するようなね制度となっています。まあ、だからこそねこれから改正が入るかもっていう話になっているんですが、まあ、現状ねこの在職老齢年金の制度がある以上ですね、まあ、あまり働きすぎると損になってしまうということをね知っておいてほしいなというふうに思います。その上でですねこの在職老齢年金で年金をカットされないための裏技、それをこれからお伝えしていきたいと思います。まあそれがねこの動画の趣旨でしたからね。ということで、働きすぎて収入が増えることによって年金が停止になる、そういったものを防ぐための裏技一つ目ですね。それがですね在職老齢年金で年金をカットされない方法1ということで、この在職老齢年金ね、先ほども言った通り年金がカットされるかどうかの基準、その収入っていうのがあったんですが、あれはですね実はですね世帯収入ではなく働いている夫妻それぞれの収入で計算されます。つまり、まあ、60歳から64歳の方の場合は、まあ、世帯収入の月額は28万円以下じゃないとダメっていうことではなく、夫妻それぞれが28万円以上の収入を得ているとその部分がカットされるというようなことになるということですね。これね結構ね、知らない方多いんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そこまでね気にする方ってなかなかいないと思うんで、まあ、そこがねポイントになってくるって感じですね。で例えばですねこれね65歳の以上のですねまあ旦那さんの月給が40万円だった場合、まあ、なかなかこんだけの給料をもらう方って少ないとは思うんですけれども、まあ、例えばね40万円で年金額が先ほど言ったように、ね、10万円、まあ、これが、ね、報酬比例部分の厚生年金の報酬比例部分であった場合ですね、まあ、先ほど言った通り年金65歳以上の方の場合はカットの基準額が月収47万円となっています。つまりこの基準でいくとですね月給が40万円年金額が10万円ということになると47万円を3万円超えているということになります。なのでそれを半分した、まあ、50% の1万5000円が年金から引かれるということですね。つまりこの方の場合は年金額は8万5000円に減額されるというようなものとなります。まあ、ですが実はですねこれ夫の収入を37万円に抑えてしまうと年金額が減らされないということがお分かりいただけると思います。というのもね月給が37万円そして年金額が17万円ということになりますので、つまり先ほど言ったようなねこの65歳以上の人の夫のまあ旦那さんのね年金カットの基準額が47万円ですから、まあ、きっちりその中に収まっているということで、減額されずに済みます。まあ、その上でですね奥さんの方が今度はね妻が3万円とかをねまあちょっとしたアルバイトパートとかで稼ぐというふうにすれば、この3万円に関しては先ほども言った通りね
夫と妻に関してはそれぞれ別の収入として計算するので、こちらは年金はカットを受けずに収入がそのまま家庭に入ってくるということになります。つまり、世帯としてね稼いでる収入は同じなのにもかかわらず年金がカットされるパターン、そして年金がカットされないパターンがあるということですね。これはねぜひ知っておいてほしいなというふうに思います。そして、この在職老齢年金で年金をカットされない方法、これ2つ目があります。それはですね、在職老齢年金で調整される、そういった状態っていうのはですね、雇用されている方に限るということなんですね。つまり雇用されていない状態であれば厚生年金は1円もカットされないということです。これはどういうことかというと、より詳しく言うと厚生年金保険における収入制限、先ほどのね月額28万円とかね月額47万円っていうこの収入制限っていうのは、雇用という働き方をしているものだけに適用される制度ということなんですね。つまり雇用されていなければそもそも対象外ということです。で、雇用されていない状態っていうのはどういうことかというと、例えばね自営業であったりまたはフリーランスであったり業務委託、こういったものに関しては、雇用されているという立場でない以上ですね、厚生年金のカットというものが1円もないということになります。これもね結構知らない方多いんじゃないかなというふうには思うんですけれども、その上でね長年勤めてきた会社であればですね、会社とね業務委託契約っていう形で働かせていただくということもねできる可能性は結構あるんじゃないかなという思います。職種によって特に変わってくるとは思うんですけどね。で、それができればですね年金自体をカットされず、そしてですね何よりも企業もですね厚生年金を雇用している間は半額負担する必要があるんですが、こういったね自営業であったりフリーランスであったり業務委託といった感じで雇用という形をですねやめることによって企業自体の、厚生年金の支払い負担が減るというメリットがあります。つまり、働く人にとっても企業にとっても両者にとってメリットがある提案ということで、やるようによってはですねしっかりとねこの厚生年金をカットされない状態で業務委託などを受けることがねできる可能性は結構あるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにですね、これから在職老齢年金の改正があるかもという話があります。ここまでの話がね、このね、改正が行われると、あまり意味のないものになってしまうっていうのがあるんですけれども、在職老齢年金の改正によってですね、年金カットのラインが、今までだったらね、60歳から64歳であれば月収28万円、そして65歳以上であれば47万円って言ってたのが、これがですね、いきなり合計月収が62万円に引き上げられる、そういった説が今のところね、有力というふうになっています。こうなってくるとね、年金が10万円もらってたとしてもですね、52万円までカットされないということで、今まで話してた内容は何だったんだということになるんですが、とはいえですね、これね実際に実現するかどうかっていうとね今のところまだねわからないところがあるので、2019年、年末とかまでにね話し合うっていう話みたいですけど、その上で来年どうなるかっていうのを発表されるみたいな感じのようなんで、ちょっと今のところまだわからないんですが、引き上げられるということになれば62万円まで引き上げられるんじゃないかというような説が有力のようです。そうなってくると働いても働いても年金がカットされないということで、一気に働く高齢者が増えていくことになるんじゃないかなというふうに思います。そうすることによって、繰り下げ受給を行うことがかなりメリットが出てくるというようなね話題をね別の動画で、お話ししました。これねかなりね今後の働き方、老後の高齢者の働き方としてすごくいい形になってくるんじゃないかなというふうに思いますし、モデルケースになってくるんじゃないかなというようなところをお話しさせていただいたんでね、もし興味がある方はね右上の方にカード貼っておくんでね、そちらの方からねぜひ見てほしいなというふうに思います。ということで今回は老後の年金をカットされないための夫婦の働き方の裏技とはということでお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。今後ね、高齢者の方で働く人っていうのはどんどん増えてくると思いますし、そうなってね働く以上年金をねカットされるっていうのはね、非常に納得いかないものがあると思います。ですがね今回お話ししたような、テクニックを使うことによってしっかりとあなたの年金をですね、確保してもらった上でですね老後の生活を豊かにしていけるんじゃないかなというふうに思います。ぜひね活用してみてください。